いつも笑顔のミシェルさんですが、はい暮らしの中でそれでも自分自身とか家族のこと漠然とした不安って感じることはありますか？まあ子供たちがどうやって育つかとか、自分の年金がちゃんと入るのかとか、そうですね、お袋の介護とかいろいろありますね。いっぱいありますね。相続なんてそんなに大したもないのに、書類上は全然難しかったりね。そうですよね。自分の不安に合わせてもそれぞれスペシャリストに相談したいっていうふうに思いますよ ね、 今回の企業様は社内に在籍する160を超える資格を所有する専門家集団として、ワンストップで企業から個人まで財務をはじめ様々な問題課題の解決に取り組んでいらっしゃるこちらの企業様です。聞いてみたい。プロフェッショナル、そう呼べる人材はいつの時代、どの分野でも常に求められてきた。例えば、企業が必要とするプロフェッショナルや、私たちの生活を支えるプロフェッショナル。そして現代では、その両端を担うプロフェッショナルな存在が新たに求められ始めていた。そんな中、ビジネスとライフを専門分野に、確実で迅速なサービスを実現する男がここにいる。株式会社 3S 代表取締役前原東司。企業の設立から事業継承、個人のゆりかごから墓場まで、世の生き様すべてをサポートする株式会社 3S では、自社の成長だけでなく社会全体の発展を志し、現代が抱える問題解決のため全身全霊力を注いでいる。今回は前原東司をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。社名が 3S さんとおっしゃいますけれども、それはですね、 3S っていうのはですね、これはもう税理商人の方から言ってるんですが、シュアスピーディーサービス、シュアスピーディーサービス、手話っていうのは、ね、確実に、あ、確実にですね、手話スピード感のあるサービスの提供をしたい。一番最初に創業された時のことは覚えてらっしゃいますか？もちろん覚えてます、創業した時はですね、息子がですねちょうど生まれた年なんです。あの昭和58年のですね、息子5月生まれです。で、私が開業したのが昭和58年の6月です。本当に時を同じくして、ですから子供たちのですね面倒もろくに見てません忙しすぎて、やること多すぎて、いやいや、もうだって働き働きですよ。人の3倍働きました。創業当時、前原代表ご自身も資格を取られたんですね。いや、もちろんですから、資格取らなきゃできないじゃないですか。その時取った資格が、公認会計士税理士です。僕のスピード感で受かった人いません。どれぐらいだったんですか？スピード感で受かった人いません。どれぐらいで取られたんですか？いや、僕はあれですよ、あの約2年ちょっとスローにして税理士公認会計士取りましたから。普通は早くてもきっと5年6年かかる。まあ公認会計士だとね、4、5年かかるでしょうね。そんな前原には自身の生き様を大きく変えたある分岐点が存在していた。 3S の原点ともなった当時のことを改めて振り返ってもらうことに。娘が生まれたのが昭和51年ですから、1976年に生まれて7ヶ月目で僕会社見ちゃったんです。民間会社のですね、実を言うと研究所いたんです。僕一部上場の大きい会社ですよ。で、研究所いたんですけどね、いや、このままサラリーマンをやっていていいのかなって、自分ですごいこう葛藤があったんです。社長まで出てきました、辞めるなよって。それは僕の心の支えですよ。だって会社の社長まで、一部上の会社の社長までですね、食事しながらね、多分パレスホテルだと思うんですけどね、約2時間ぐらい一緒に話しました。でも男が一旦決めた以上はね、辞めると思って辞めちゃいました。それから必死になりました。それでまず千葉県一の会計事務所になろうと思いました。千葉からね、東京に出ようと思ったんですよ。本当です、これは必ず出てやると。だから今東京にもね、事務所いくつかあるんですよ。今経営されている中で一番大切にしていることってどんなことなんですか？一番ですか？僕たちはね、人、お客様に仕事をいただいてるじゃないですか。どんな仕事であれ、会計の仕事であれ、今その事業だって
だからそういう 大事な仕事を請け負ってるわけでしょ僕たちは。それに対しては責任を持ってねお答えしたいっていう、うん、僕が言う言葉はですね、アナログって言葉とデジタルって言葉があります。あ、デジタルっていうのは 1+1 が2ですよ、うん、じゃないですか、キャッと出てきますね、でしょ。アナログっていうのは違うんですよ。 1+1 が2になるんで、どうやってそれができたかってことが大事だと。それがアナログです。人間の感性、苦しみ、悲しみ、いっぱいあるでしょ。うん、そういうものがアナログなんですよ。だからデジタルはできて当たり前。その前にこの数字っていうのはね、なぜできたのって、それはお客様がね一生懸命汗流して苦労してできた数字でしょ。そのものを大事にしなきゃいけない。それは僕たちがやる仕事も一緒です。 3S さんの社税とか、社税ですか、経営理念も教えていただけます、はい、社税はですね、支えたい未来があるんです。支えたい未来、はい、次の世代がいるわけじゃないですか。だから支えたい未来がある。僕たちがやって次の世代に、経営理念はですね、社会貢献です。社会貢献って何であるかっていうと、その社会貢献の大きな意味はですね、適正納税をすることです。一つは、でもう一つは人を育てることです。社税が支えたい未来がある。支えたい未来があるためには適正納税しなきゃいけないんですよ。そして 3S では次の未来を見据えた新たなサービスも展開している。前原の思いが形になったその事業について、さらに詳しく話を聞いた。例えば 人にとりますとね、人間にとりますと生まれてから最後までいくわけじゃないですか、はい、死ぬまで。そこに対して例えば今手取りばっかり言うと、一人暮らしのご老人がいますと。そうするとまず最初挙げてるのはですね、そういうところの例えばリフォームをやりたいと。まずそこへんからリフォームを直してね、住まいに対するアドバイスをしていくと、うん、あ、なるほど。例えば今私のとこは、3LDK なんだけれども、それを 1LDK にしたいとか、うん、例えば孫の部屋を作りたいとか、うんうん、そういうものに僕たちは義務提供しますよ。だから最初はそういう、まあ、リフォーム関係から入ります、はい、行くじゃないですか、はい、そうするといろんな相談が出てきますよね、うん、お金がないんだよとか、ね、働きたいんだよとか、どっか介護施設に入りたいんだよとか行くじゃないですか。で最後は相続の問題もあるんだよねってあるじゃないですか、うん、何でも出てきちゃいますね。そういうところに対するネクステっていうのはネクストステージの略なんですが、そういうもののサービス提供を総合的にやりましょうっていうのはネクステなんです。それは人に対してもあるじゃないですか、とか一般の企業も同じなんです。一般の企業もできてから最後はね、後継者の問題が出てくるでしょ必ず。そこに対して、ね、後継者を探しましょうとか、うん、生産しましょうとか、うん、ということをいわゆる人間バージョンと企業バージョンの2つがネクストなんです。でもそれだけ幅広いねことをサポートするって言ったら、もう資格者とかもそういういろんな資格持ってる人、専門家って言いますか、それはもう集められて、そうです、そうです、資格保有者一覧、まあ、会計士様はね、もう最初のね、うん、代表のあれですから、看護師栄養士さんまでおられますよ、はい、それはデイサービスやってますから。ああ、欠かせないですよね。デイサービスもやってますからね。じゃあ調理師さんもいるというね。サッシ施工技能士さんもいらっしゃるんですね。それはほらリフォームとかやりますからね。はあ、派遣元責任者でもあるというね。これだけ、ね、スペシャリストの方がいらっしゃると、うん、最近の例でお客さんからの要望ってどんなのがありましたか。電話がかかってきて、神棚をつけてくださいと。神棚、はい、はい。そうするとね、神棚をつけるのね、わずか1万ぐらいなんですよ。神棚をつけるだけだったら、ああ、もっとかかるじゃないですか。いや1万ぐらいでできるわけです。神棚をつけるだけで、あ、そうするとね、みんな受けないですよ。僕はそういうの絶対許さないタイプなんです。行ったでしょ神棚を、そしたら神棚をつけてくれた、そして そこの人は感動した。そしたらですね、実を言うと私のね生まれたところが、新小岩と小岩の間にあると、そこにですね家があると。その家がですねもう古くなってると、でもそこを何とかしたいということで信頼してくれてですよ。なるほどなるほど。で私どもはうちがそこに行って柱だけ残してね、新築と一緒の形で、建て直しました。たったそれからつながっていくんです。それが人と人との信頼関係です。そして行ったじゃないですか。それで2週間ぐらい前にねモデルルームやったんですよ、うん、
そしたら10人ぐらい見に来ました、近くの人が。そしたらそこからですね、うちも何年かしてやらなきゃね、3、4件来てます。うちもやって、そのうちやってください。そういう人たちがやってくれて、いいものを提供して、あーって、じゃあ今度はね、うちもね、もう本当に来てるんですこれ、あの3件かそこらぐらい、それが次の仕事につながっていくわけですよ。それが僕が言いたいのは、中小企業は大変ですけれども、そういうものの中から仕事っていうのはつながっていきますよということを僕は申し上げたいわけですよ。それがアナログなんです。今そのネクステではセミナーも行っていらっしゃるんですよね。はいはい、ですね、これ世田谷でやったんですけれども、前回やったのはですね、あのワインのセミナー。ワイン、はい、要するに私の方がですね、例えば相続税 の、 あの勉強会やって、その後ワインの試飲会を前回やりました。イベントですねこれはね。まあ、今後そういうのどんどんやっていきたいと思ってます。今後のまた新たな展望だったり、計画も教えてもらえませんか。今、まあ、うちの企業はこういう事業である程度の利益も出しています。でもね、あと3年後企業の方で売上高を50億にしてですね、利益を5億、あの経常利益を5億にしたいと思っています。いつの時代も変わらずパワフルな人生を突き進む前原杜氏。そんな男が胸に刻んだ格言とは。では今日は最後になりますが、前原代表の大事にしている言葉ですか、教えてください。あのですね、ネバーギブアップ、それとですね、ネバーギブアップとネバーツーレートっていう言葉を大事にしています。強制だってありますね、稲森さん、あの人は僕の高等学校の先輩なんですよ。あ、そうですか。で、あの方はですね、成功への情熱っていう本を出しています。その結びがですね、ネバーギブアップなんです。決して諦めるなと、自分がね、そうしたいと思ったことにね、ずっと挑戦していけば達成できるっていうのがネバーギブアップ。ネバーツーレートはですね、三木谷さんがですね、これは僕は稲森さんの影響ものすごく受けたと思ってるんですけども、三木谷さんがですね、出してるのは成功への法則92か条って出してるんです。その最後の言葉がネバーツーレートです。それでですね、何を言ってるかっていうと、自分がね、何かをやりたいと思った時、その時に実行すること、僕が今思ってそのことをね、やることが大事だと、決して遅すぎない、あなたがそう思った時やること、ネバートゥーレイト、自分がそう思った時やりなさいと、ネバートゥーレイト、ネバーギブアップ、ネバートゥーレイト、それは僕は手帳に書いてあります。自分のね、心の何かある時ね、迷うじゃないですか、毎日悩んでるんですかこれで。いや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 、もうそうだと思いますよこれだけどね。ただいつまでもね、そのやっぱり何か追い求めるところと、そのまた若さで、あの我々のもうこの年になってくると、僕は54なんですけど、まだまだですよ。先輩がいると嬉しいんですよ。それでこれだけ元気な方がおられると、まだ僕の年まで15年じゃないですか。だからそういうふうにね、そういうふうに思わせてくれることがすごくあの嬉しいので、も健康だけにはご自愛されて頑張ってください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。